アメリカ独立戦争初期の大陸軍によるカナダ侵攻作戦中1776年6月8日にケベック市の上流トロワニビエール近くで起こった戦闘である。ケベック植民地総督外カールドンの指揮するイギリス軍がセントローレンス川を遡って進軍する過程でこれを阻止しようとしたウィリアム・トンプソン准将が指揮する大陸軍を破った。 大陸軍がセントローレンス川を渡るところを、ケベック植民地の民兵が目撃し、トロワリビエールにいたイギリス軍に警告した。土地の農夫が大陸軍を湿地に誘導したことで、イギリス軍は援軍を上陸させて、大陸軍の背後に陣地を構築することができた。整ったイギリス軍の前線と湿地から現れた大陸軍の間に短時間の交戦が行われた後、 大陸軍は山を乱した退却に移った。退却路のいくつかが遮断されていたので、トンプソン将軍とその参謀をはじめ、多くの者のがイギリス軍の捕虜になった。アメリカ独立戦争の中でこれは、ケベック植民地で戦われた最後の戦闘になった。この敗北後残った大陸軍は、ジョン・サリバン将軍の指揮下にまず、セント・ジョンズトリデに、続いて、 大根デロがトリデにまで交代した。詳細はカナダ侵攻作戦を参照1775年9月からカナダに侵攻した大陸軍は1775年の大晦日に行われたケベックの戦いで大きな敗北を起死した。その後ベネディクト・アーノルドが指揮する残り部隊は1776年5月までケベック市を包囲した。五月六日、 早朝、イギリス海軍の艦船がケベック港に入った。これらの艦船に乗ってきた部隊は即座に市内に派遣され、それから間もなくガイカールトンは部隊を組み上げて、大陸軍が宿営している場所に送り出した。この時大陸軍を指揮していたジョン・トーマスはすでに退却の準備をさせているところだったが、イギリス軍が到着したことで、部隊は強行に陥った。大陸軍は、 出所ない退却をはじめ、5月18日頃にやっと、ソレルにたどり着いた。5月中と6月はじめに軍隊と軍需品を積んだ船舶が、次々とケベック市に到着し続けた。6月2日までには、第9、第20、第 29, 第53及び、第60不評連隊が加わり、指揮官として、ジョン・バーゴイン将軍も到着した。これらの部隊と共に、 フリードリヒリーデゼル男爵が指揮するブラウンシュバイク広告からのドイツ人傭兵部隊も到着した。カールドンは5月初旬に大陸軍を逃亡させた後、特に意味のある構成は取らず、5月22日になって第47及び第29不評連隊の物体を運ぶ船をアラン・マクリーンが指揮するトロワリビエールに派遣した。6月2日に サイモン・フレイザー淳将がさらに追加部隊を率いてトロワリビエールに到着した。6月7日までにトロワリビエールにいる地上部隊は1000名近くなり、追加部隊と物資を積んだ25隻の艦船がトロワリビエールに近い川とさらに数マイル上流に停泊していた。トーマス隊の撤退がわずか数百の兵士を積んだ3隻のイギリス艦船の 到着によって駆り立てられて以来、トーマスはイギリス軍の正確な勢力をつかめないままでいた。5月21日にソレルで開いた作戦会議には第二次大陸会議の代表も出ていたが、トロワリビエールとケベック氏の間にあるデシャンボウで防御線を張るという決定を下した。この決断はイギリス軍の勢力に関する漠然とした報告と噂に基づいて下しており、 軍人ではない大陸会議の代表が決断を主導した。トーマスは5月21日に天然島に罹患し、6月2日に、それが原因で死んだ。軍隊意識は短期間、ウィリアム・トンプソンに置き換えられたが、6月5日に、ジョン・サリバンが大ンデロンガトリデから援軍を連れて到着した時に、サリバンと交代した。6月5日、サリバンが到着する数時間前に、 トンプソンはアーサー・セントクレア大佐の指揮で600名の部隊をトロワリビエール方面に派遣し少数勢力だと信じていたイギリス軍を吸収して追い散らそうとした。サリバンはソレルに到着した時に即座にトンプソンに1600名をつけてその後を追わせた。この部隊はニコレットでセントクレア隊に追いつき翌日川沿いに防御線を構築した。 6月7日夜、トンプソン、セントクレア及び約2000名の部隊が川を渡り、トロワリビエールからは数マイル上流のポワンデュラックに上陸した。戦闘が起こった場所を示す1781年の地図トロワリビエールの戦い戦場跡を示す名番、トロワリビエールの戦いでのイギリス軍を記念する名番大陸軍のとかは地元の民兵隊員によって目撃され、この隊員は トロワリビエールにいるイギリス軍のところに駆け込んでフレーザー将軍に報告された。トンプソンは上陸点を守らせるために250名の部隊を残し残りの部隊でトロワリビエールに向かった。トンプソンは土地の地形に不慣れであり土地の農夫フワントワーヌ・ゴーティエにトロワリビエールまで部隊を案内するよう説得した。ゴーティエは明らかに意図的にそこから抜け出すには 数時間を要するような湿地帯に大陸軍を誘導した。その間に大陸軍の出現を警告されていたイギリス軍は川の艦隊から部隊を上陸させトロワリビエール郊外の道路に戦闘船を構築した。艦船はポワンデュラックにも派遣され、そこで大陸軍の守備隊を追い出した。大陸軍の守備隊は船の大半を使って川を渡り逃げた。トンプソンが率いた。 大陸軍の部隊は湿地から抜け出したところにイギリス軍の艦船 HMS マーティンに遭遇し、その武道団によって湿地に押し戻された。アンソニー・ウェイン大佐が指揮していた部隊はまだ少し増しで、湿地から出たところは人形を組んだフレーザーの部隊がいるだけだった。短時間の交戦が行われたが、大陸軍はフレーザー隊に適することができず、 武器や物資を残して逃げ出した。大陸軍のいくらかの部隊は何らかの遮蔽になる森の外れまで退却し、イギリス軍との応戦を試みたが、イギリス軍からの重火で道を外れさせられ、川の幹線からの放火で岸に近づくこともできなかった。セントクレアとその部隊が、この時に捕獲を免れる手段としては、湿地の森に戻り、上流の肩に逃げることしかなかった。 ウェインがやっと約800名の後衛部隊を組織し、イギリス人地への攻撃を試みたが、これも森の中に交代させられた。ウェインはよろめきながらの退却を指揮したが、その間に多くの兵士が脱落したものの、森が実際の勢力を隠す役目を果たしていた。カールトン将軍は、この戦闘の終わり頃に、トロワリビエールに到着した。 グラント少佐の指揮するイギリス軍文献隊が大陸軍がセントローレンス川北岸を退却する際に通過しなければならないリビエールデュルーにかかる橋を押さえていた。カールトンは大量の捕虜を扱いたくなかったか、あるいは大陸軍の指揮をさらに落とすことを望んだかのためにグラントに撤退を命じ、大陸軍の大半を逃亡させた。それでも、 かなりの数の大陸軍病が逃げられずに捕虜になった。その中にはトンプソン将軍とその士官17名も含まれていた。イギリス軍が敗山兵の総統を得たのは6月13日のことだった。捕虜の総数は236名になった。歴史家のブレンダン・モリセイは大陸軍病の約30名が戦闘で殺されたとしており、 一方、ハワード・ペッカムはその数が50名だとしている。大陸軍のバラバラにされた部隊は、セントローレンス川北岸を陸路バーシアビルまで戻り、そこから川を渡ってソレルに戻った。6月11日に戻ってきた者もいた。サリバンはこの時指揮官。6月17日までに、大陸軍はケベック植民地を離れることになったが、その前にモントリオール市を焼き払い、 セント・ジョンズ・トリデを破壊し、シャンプレーン港を航行可能な軍事的価値のある船すべての破壊を試みた。6月9日カールトンはイギリス軍の大半にソレルまで向かうよう命じたが、実際にはカールトンが6月13日に部隊に合流するまで動かなかった。フレイザーの指揮する1200名の部隊がセント・ローレンス川北岸をバーシアとモントリオールに向かった。 イギリス艦隊は6月14日遅くにソレルに到着した。大陸軍はその日の朝にそこを離れていた。イギリス軍の一部が6月17日にモントリオールに入り、またセントジョンズトリデにも到着したが、それは最後の大陸軍病が焼け跡から出ていく時だった。この戦闘でアントワーヌ・ゴーティエが果たした役割を記念する。 名番捕虜たちはカールトンから大変寛大な扱いを受けた。その習慣状態は常に良いものではなかったが、カールトンは彼らに衣服を供給し、仕官以外のものはすべてニューヨークに送って解放した。トロワリビエールの市内には戦争の諸僧を記念する名番が3つある。イギリス軍の参戦を称える名番はカナダ、歴史史跡記念碑委員会によってルジューヌ橋の近くに置かれた。 大陸軍の戦死者を記念する名盤は1985年8月にアメリカ独立戦争の娘たちによってシャンプレーン公園に置かれた。三つ目は大陸軍を迷わせたアントワール・ゴーティエが果たした役割を記念する名盤である。大陸軍の撤退中とこの戦闘で負傷した兵士はトロワニビエールにあるアーシュリン女子修道院で治療された。大陸会議は この世話に対する費用支払いを承認せず、修道、請求額は約26ポンドであり、現在価値では仙台市2000万ドルに相当する。2009年7月4日、トロワリビエールの町の設立375周年を祝す祭りで、アメリカの総領事デイビッド・フェッターが象徴的な意味において、 カナダドルで130ドルをアーシュリン女子修道院に対する負債として支払った。北緯46度21分整形72度33分、北緯46.350度整形72.550度、46.350-72.550。ありがとうございます。